ペインって結構雑な感じの料理が多いんですけど、それでも美味しく出来上がるのがスペイン料理っていう。家でパエリアって本当難しいイメージがあるんですけど、一手間加えるだけで美味しいパエリアって本当できるんで、我ながらめちゃくちゃうまそうです。こんにちは。東京清澄白河のスペインレストランエマンでオーナーシェフをしている小林悟です。今日は家でもできる本格的なパエリアをご紹介したいと思います。いろんな具材を使って美味しいパエリアを作りたいと思います。材料のご紹介をしたいと思います。今回は4人前ですね。でもし余っても次の日でも美味しく食べれるんで、ちょっと多めに作ってもらって大丈夫と思います。じゃあ最初は赤エビですね。でなければ違うエビでも全然大丈夫です。次にヤリイカ、今旬のヤリイカです。なければこれもスルメイカとかでも大丈夫なんですけど、僕はヤリイカが好きなんで、まあ、できればヤリイカで使ってみてください。であとは豚バラ肉、あとは鶏もも肉ですね、アサリですね。であとお米、生米です。これは洗わないで今日使うんでこのままで。赤パプリカですね。結構スペインはパプリカめちゃくちゃ使うんで大事な食材の一つです。であと玉ねぎ、あとはニンニクです。トマトピューレで、オリーブオイル、オリーブオイルもなければサラダオイルでも大丈夫です。次はサフランですね。サフランスペインだとすごい大切な食材ですね。次がパプリカパウダー、これもスペインだとよく使う食材ですね。あのスーパーでちっちゃい瓶で売ってるんで使ってみてください。で次にパエリアを作るのに大事なだし、簡易的に野菜だし作りたいと思います。まずは人参で、長ネギですね。長ネギ頭も使うんで取っておいてください。で玉ねぎ、ニンニク、あとトマトですね。でちょっとやっぱり旨味を補うために、チキンブイヨンのキューブ、これ使うんで。まずは野菜だしからやっていきたいと思います。すごく簡単なんでちゃちゃっといきたいと思います。まずは玉ねぎ入れちゃいます。チキンブイヨンのキューブだけでも大丈夫なんですけど、やっぱり野菜を入れて一緒に煮込んであげた方が味に深みと旨味が出て、今回はちょっと野菜だし作っていきたいと思います。玉ねぎはスライスですね。でそんな厚さとか気にしなくていいんで、もう適当に切っちゃってください。次が人参ですね。人参もスライス。だから家でちょっと余ってる香味野菜、端材とかそういったものをちょっと集めて野菜だし作れるんで、皮ごとですね。皮の方が香りとかも結構あるんで皮は剥かなくて大丈夫ですね。で長ネギもスライスでいっちゃいます。もう結構適当に切って大丈夫なんで。でちょっとやっぱスライスしてあげた方が野菜の出汁が出やすいんで、それは1個ポイントですね。でニンニクですね、潰しちゃいます。でトマトは半分に切ってもらえば OK です。お水ですね、 1.5 リットルで、この中に野菜入れちゃいます。もうこのまま豪快にドバッといっちゃってください。量はそんなに気にしないでください。余ったものはまた他でも使えるので、とりあえず 1.5 ぐらいのお水で大丈夫です。であとトマト、これ全部入れたら火にかけます。この時はもう強火で沸かす感じで大丈夫です。チキンブイヨンのキューブもこの時入れちゃいます。沸いたら弱火にしてもらって、コトコト20分沸かしていきます。野菜だしを沸かしている間に今度パエリアの材料を切っていきたいと思います。まずはパプリカ、よいしょ。これヘタと種と取ってもらって、で白いのはもう別にそんなに気にしなくていいんでカットします。もう結構バンバン角切り、ちょっと大きめの感じで豪快に。スペインって結構雑な感じの料理が多いんですけど、それでも美味しく出来上がるのがスペイン料理っていう。ちょっとこの辺で雑さを出してゴロゴロっとした野菜を切っていきます。玉ねぎもちょっと粗みじん切りぐらいで大丈夫です。家でみじん切り結構大変だと思うんですけど、そんなに細かくする必要もこれはないので粗くて大丈夫です。
ニンニク、今スペイン産のニンニクがめちゃくちゃスーパーで売ってると思うんですけど、ぜひ買ってみてください。ニンニクも粗みじん切りで大丈夫です。スペインだとお父さんが週末にパエリアを作るっていう文化があって、できたらお父さん週末に皆さん作ってみてください。家でパエリアって本当難しいイメージがあるんですけど、ちょっと時間ある時にちょっとひと手間加えるだけで美味しいパエリアって本当できるんで、ぜひ作ってみてください。次はお肉切っていきます。豚バラ肉、あと鶏ももですね。全然違う部位でも大丈夫です。やっぱいろんなお肉とかいろんな魚介入れた方が味がやっぱ出るので、今日は味の出やすい豚バラと鶏肉ですね。でこれは一口大ぐらいにカットしていってください。これもちょっとゴロッとしてるぐらいの方が美味しいですね。鶏肉はちょっと触ってもらって硬いとこがあるんで、それだけ気にしてもらって、ここ軟骨ですね、これをちょっと切ってもらって、あとは皮付きのまま切っていきます。皮付きの方が鶏からの油が出て美味しくなりますね。これも一口大でカットしてください。ヤリイカですね、もう同じまな板で切っちゃいます。これは輪切りで、イカも結構味が出やすい食材なので結構大事なポイントですね。であとはエビですね。エビは背ワタだけ取っちゃいます。この背ワタ取るポイントなんですけど、この上のから2番目ぐらいのところをちょっと竹串か金串でキュッと入れて、でグッと持ち上げてもらえればこうやって背ワタが取れるんで、今日は28センチのフライパンで作っていきます。最初はオリーブオイルですね。オリーブオイル入れて、でフライパン温めてもらって、フライパンが温まったら、エビを焼いていきます。結構エビ焼くとき油が跳ねやすいんで、これだけちょっと気をつけてもらって、完全にエビに火を入れる必要もないので、ある程度焼けたらひっくり返します。火は中火ぐらいでいいと思います。このフライパンにエビの香りをつけてあげるイメージですね。で、ある程度焼けたら一回エビを取り出します。で、エビの香りがフライパンの中にすごい残ってるんで、油を捨てずにこのまま炒めていきます。野菜ですね、これを入れてきます。弱火で、じっくり炒めていきます。ちょっと塩をして下味2つまみぐらいですかね、焦げないように火べらで炒めていきます。ここでじっくり玉ねぎやパプリカが香ばしくなるまで炒めてあげることがフライパンでパエリアを作るポイントなので、ここはしっかりやっていきたいと思います。で結構エビが油吸うので、もし足んないなと思ったらオリーブオイル少し足してもらって大丈夫なんで、パエリアは少しオリーブオイルがちょっと多い方がお米にオリーブオイルが絡んで美味しいので、ここでじっくり10分ぐらい炒めてあげたら、次お肉もうこのままガツッといっちゃってください。でこれもある程度しっかり炒めてあげて旨味を出してあげます。でそろそろ野菜だしが20分ぐらい経ってきたのでこしていきます。ザルとボウル用意しておいてもらってこしてもらいます。結構この野菜だしは万能なんで、余ったらいろんなスープとかこれでお米を炊いてみたりとかしても美味しいので便利アイテムです。ある程度しっかり野菜も肉も炒めてきたら、分量のトマトピューレですね。もしトマトピューレじゃなくても水煮缶でも大丈夫なんで、トマトピューレの方が味が濃いんで、こっちの方が僕はおすすめしてます。サフランもちょっと多めに入れてあげた方が香りが出ていいかなと思います。であとはパプリカパウダー、これも結構しっかり入れてあげた方が美味しいかなと思うんで、結構フライパンパンパンですけど全然大丈夫です。ここまで中火で大丈夫ですね。そしたら次はお米ですね。お米は洗わなくて大丈夫です。スペインだと洗わないでそのまま生米を入れてパエリアを作ります。じゃあ米入れます。
でここでしっかりお米も炒めていきます。ある程度お米入れたら野菜だしですね、 600g の野菜だし入れてきます。入れたら一回沸かします。ちょっと強火で木べらでなじませてあげて、お米をフライパン全体に均一になるようにしてあげます。そしたらここで一回味見してみて、ちょっと薄いラーメンのスープぐらいの塩味がちょうどいいので、もし足んなければ少し足して、こっから詰めて塩味が少し濃くなるので、ちょっと薄めのスープぐらいで沸いたら、今度は中火にしてもらって、であとアサリ入れてきます。もしアサリがなかったりとか、他の貝入れたかったりしたら、あとムール貝とかもすごく出汁が出るんでおすすめです。ではこのまま10分間炊いてきます。まもなく10分経つんで、結構水分が飛んできたらエビ乗せます。エビはもう自由に乗せてください。割れながらめちゃくちゃうまそうです。でエビを乗せたら蓋します。で5分です。で今、4分ぐらいなんですけど、ちょっと一回ここで蓋を開けて様子見てみます。結構いい感じですね。で最後にしっとりしたパエリアが食べたければ、そのまま蓋をして、水分が少なめなパエリアが食べたかったら、ちょっとここで様子を見て、上に水分が少し出たらこのまま蓋を外して、ちょっと火を中火ぐらいにして水分を飛ばしていきます。15分以上煮込んでしまうと、お米がアルデンテの状態で保てなくなるので、あくまでも時間はトータル15分がいいですね。ある程度水分が飛んできたと思うんで、これで海と山の幸のパエリアの完成です。めちゃくちゃ美味しそうです。3つのポイントをおさらいしていきます。まず1つ目、簡単な野菜だしを作って本格パエリアの味に。ブイヨンキューブだけではなくて、香味野菜入れてあげることによって、よりパエリアに深みや味、美味しさを出してあげるのがポイントです。2つ目、具材をたくさん入れて味に深みを。魚介だけでももちろんいいんですけど、具材をたくさん入れることによっていろんな複雑味が出て美味しいパエリアに仕上がります。3つ目、野菜はしっかり炒めてコクを出す。しっかり弱火で炒めてあげて、旨味コクを出してあげるのがパエリアのポイントの一つです。3つのポイントを押さえて、皆さんもぜひ作ってみてください。絶対美味しいパエリア作れます。スペインだと風邪をひいたりとかした時に元気が出るって言ってよく飲んだりとか、冬によく飲まれる人気料理ですね。